ということで、今ね、何も知らない2人が来たので、ちょっとお迎えに行きます。待って。怖いわ。じゃあ、いいか、はい。失礼します。おわー、そういう、そう、そういう感じ。違う、変な感じじゃないわ。あれじゃない、電気流れのやつじゃない。え、待って、俺それだけはマジで嫌だ。まあね、最近ルナはこの2人へのね、闇が深いので。怖い怖い怖い、どうする。そうなら、なんなんだよ。はい、ということで、どうですか、つけた感想。いや、ちょっと、なんか分かる、吸い取られる感じ。いや、待って、それは違うと思うけど。え、なんか感覚で、なんか唐突につけられましたね。まあ、今回はね、これをつけた理由は、2人にね、ちょっといろいろ暴こうかなと思って。今回の企画なんですけど、ビジネスカップルの2人に心電図をつけながら過激な質問コーナーをしてみたー。イエーイです。やだやだ。まあ、視聴者の皆さんも気になってると思うので、私が代表として2人に過激な質問を用意したので、ここでちょっとね、答えてもらいたいなと思うんですけど、はい、今日お医者さんもいるのでね、本当に嘘をつけないんですよ、気持ちに。確かに。まあ、2人はね、多分お互いのことをまだ好きなのか知らんけど、ドキドキはし合うでしょっていう。いや、しません。するわけないでしょ。そうなんだ。なんであんたが残念があるの。これってあの平均の心拍数みたいな感じ、普段の基準と78ぐらいが普通かなって思います。今ちょうど普通なんだ。で、90とか100とかいっちゃったら、ちょっと速くなってるなって感じ。そうなんだ。プレッシャーかからん。絶対行かない自信ある。マジ行かないと思う。まあ、じゃあ言ったら、90超えたら2人を恋してるってこと。みゆちゃん88だよ。待って、もう本当にやめてほしい。まあね、90超えたらね、もうドキドキしてるんだなっていうあれでいきましょう。やばい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 、ちょっと待って。やばいやばい。待って、押し詰まってお願い。じゃあ、まあ早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ、おい、ウルトラマン帰れ。ごめん、なんかめっちゃドキドキしてきた、怖くて。マジで。隣に好きな人が座ってるからだよ。なわけねえのに。くさい、もうさっきから変してんだよこいつは。はい、今音鳴ったじゃないですか。あの音はドキドキしたよっていう合図らしいので、あれが鳴ったらね、もう2人は認めてください、お互い好きってこと。はい、ということで準備いいですか。はい、じゃあ今からスタートするので気合い入れてください。はい、よーい、スタート。じゃあ第1問、担当直人に聞きます。2人はお互いのことが好きですか。いいえ、好きじゃありません。いいえ、好きじゃありません。え、なんで下がる、そこで。めっちゃ下がったんだけど、いきなり。なんかすごい、もともと早いのか。単純なんですよ、この体。あ、もうほら、ちょっと、もう本当にやめてよ、もう。97、ちょっと待って、どうしよう。早くしてよ、次。いったし、シュワッチ。じゃあ次2問目いくよ。はい、本当に好きじゃないならめっちゃ近距離で見つめ合ってください。できるよね、うん、じゃあ手1枚ぐらいの、いいか、グーでいいよ。5、4、3、2、1、0。これはね、正直ね、すごい、こんなことある。じゃあまだまだいきますよ、私は。はい、じゃあいきます。第3問目、ギス君そのままみゆちゃんの肩に両手を置いてください。見つめ合ったままだから、はい、5、4、3、2、1、0。あ、でもギシ君ちょっと上がったよ。お前私のこと好きだったもんな。あ、でもまだまだまだ100は言ってないからね。ヒヤヒヤやめて、落ち着かせようとしないで。第4問目、そのままさっきの体勢、両手を置いたままお互いの好きなところを3つずつ交互に言い合ってください。じゃあとりあえず向き合って、さっきのこの体勢のまま。なんでよ、もう。はいよ、せーの、言っていて。おっぱい。肌の色。声。目。あと一個一個。足。耳。おお。これはね、みゆちゃんがすごい低い。相当ないんでしょうね、僕の好きなところが。じゃあ第5問目いきます。はい、ギシ君とみゆちゃん、お酒を飲んだ勢いでチューしたり寝たりしないんですか。しないよね。してくれないんですか。気持ち悪い、本当に。ないっすね。ないっすよ。マジでみーちゃん、こういう時下がるんやばい。やばいやばいやばい。はい、第6問目、ギシ君の質問です。付き合うならミュールナどっち、結婚するならミュールナどっち、答えてください。何その質、マジで何。これ一番怖いのが、失礼に値しそうで怖いんだよな。おいおい、結果楽しみなの。ちょっと楽しみ。いきます。
まあ付き合うならミユ、結婚するならルナ。気持ち悪い。そういう目で見られてたんだよ、うちらは。でも上がってない2人とも。そんな、じゃあ第7問目いきます。はい、ギシ君に質問です。おい、全然来ない。みゆちゃんのおっぱいを見たことありますよね。気持ち悪いって。いや、見たことないっすね。見てみたいっすね、正直。あんまんな。みゆちゃんが上がってきてます。あおー、まあ保ってるね。じゃあ行くよ。はい、じゃあ第8問目、はい、手をつないでください。いや、そっちタイプ。うん、じゃあこのままいきますよ。第9問目、お互いに一番印象深い思い出を浮かべてください。じゃあ浮かべた、うん、浮かべた、うん、じゃあそれをせーので言ってください。じゃあいくよ。はい、せーの。初めて会った時、大物 YouTuber とあのみんなで飲んだ時。おい、黙れ。なんかおいおい、じゃあ本当に嫌だ。あのですね、うん、まあまあ、第10問目いきます。じゃあ愛してるゲームをしてください。はい、じゃあお願いします。愛してる、愛してる。え、キチ君上がってんだけど。気持ち悪い。3番上がってる。お前絶対好きじゃん、ミユのこと。やめてよ。じゃあいくよ、次。はい、第11問目。はい、ポッキーゲームです。はい、ということでこれをちょっと加えてください。上がった。毎回になるの。じゃあいきましょう、いきましょう。はい、スタート。一回切る。ちょっと待って。いいよ。ええー、美味しい。だからもっと上がってる、来るのを予想してたんだけど、85とかですね。じゃあ行くよ、次。じゃあ10人いきます。はい、壁ドンとあご食い、キス顔の3コンボを決めてください。じゃあそれをギス君からいこうか、みゆちゃんに。じゃあ行くよ、せーの。ポンポンポン。おー、自分でやってる。あ、でもギシ君行きましたね。恥ずかしがってんじゃん。恥ずいんですよね。めっちゃ恥ずかしがってんじゃん。恥ずかしいな。はい、今ね、みゆさん好きに行ったじゃないですか。はい、で、あなたにね、ちょっとお願いがあるんですけど、私が13問目って言ったらプロポーズをしてほしいなと思って。わかりました、13問目でプロポーズですね。はい、みゆちゃんはでも知らないから。はい、はい、お願いします。頑張ります、にっちゃん。じゃあそのまま第13問目いきましょう。はい、じゃない？何言ってるの？はい、すいません、やめてよ、もう。ごめんね。みゆちゃんがもうずっと安定でなんかもう戸惑ってたんかさ、血の毛引いてるぐらいなんかすごい。あー、毎回行くの。いや、俺は13問目って。お前も上がってんじゃねえかい。お前上がって。はい、ということでね、まあ、今回いろいろ質問したんですけど、みゆちゃんの方はね、すごい鳴りやまなかったので、多分みゆちゃんギシ君のことが好きなんですよ。好きじゃないです。まあ皆さん、今日からみゆちゃんを好きという認識でいきましょう。失礼。そうだね。はい、ということでこの動画がいいなと思ったら、ちょっと待ってください、チャンネル登録。ちょっと待ってください、ルナちゃん。何ですよね、分かってますよね。わかりました。僕つけてあげる。キモいも。はい、はい、ということで、俺もやるんだったの、知らんかった。うるさい。あのね、ギシの隣に来た途端ドキドキしてる。いや、違うんですよ、平均がもう108以上とか、めっちゃそれが普通なの。ちょっとドキドキしてる以外にも、多分ルナの正常値っていうんですか、うん、が高すぎるということで、基準をちょっとだけ上げました。110を超えたらピコンピコンってなるんで。はい、わかります。それなったら好きってことね。はい、ということでオープニング長すぎるんです。行きましょう。いいですか。はい、まず第1問、ドゥドゥン、単刀直入に聞きます。2人はお互いのこと好きですか。好きではありません。はい、私もそうです。あら、そうね、行かないですね。はい、それでは第2問です。はい、本当に好きじゃないなら至近距離で肩に両手を置いてください。2人ですか。はい、さっき。あら、ルナちゃんが心の準備がまだみたいでしたね。いやいやいや、今手合わせを気にしてたんですよ。そしたら、そしたらめっちゃ上がってる。そしたらちょっと、やばい、121。本当にやろう、早く。一回やっちゃえばいいんだよ。そうだよ、遠いぞ、ここでいいよ。はい、第3問、そのままお互いの好きなところを3つずつ交互に言い合ってください。はい。おっぱい、なんかキモい、そういうの。それで上がったら恥ずかしいよ。いいんです。はい、ルナちゃんおっぱい好きということで。ムチムチしてる。
手が綺麗、顔が小さい、足毛が薄い。どこまで見てんだよ、ルナも。この二人ってそういう関係なの？いや、ルナ、足毛濃い人嫌いなんだよ。ちょっと待ってよ。だって足出すもん、この人。はい、ルナちゃん図星出ました。ありがとうございます。はい、足毛フェチです。いや、ちょっとね、私思ったんだけど、義士もルナといるとき、ちょっと時間稼ごうとしてる。そんなわけない。じゃあ、第4問いくね。はい。第4問。ルナと義士、チューしたり寝たりしたことありますか？は、ないです。ないです。第5問、手をつないでください。はい、冷たて、そう、寒い。私の時は何も言わなかったのにね、ルナの時になったらね、なんまら冷たいんです。みーちゃんも私の方が冷たかったですけど、どういうことですか？はい、はい、それでは第6問目いきます。はい、お互いに一番印象深い思い出を思い浮かべてください。どうでした？いや、マジで、じゃあ今考えてた。でも考えて上がったっていうことはこういうことでしょ。いや、マジでない。おいおい、お前まだまる。お互いの印象深い思い出とこ、せーので発表してくださいね。はい、それでは行きます。はい、せーの。虫食べた時、いや、わかんない。二人ともわかんない。僕は、ミユはね、僕の部屋を嫌がるんですよ。ですけど、ルナは、ルナはみんなで虫を食べた時にミミズをパチンってした思い出があるから。やっと二人になれたって。ねえ、近くなったな、ほんとに。なんか人目んな、お前も。もう嫌だ、ほんと。それじゃあ、こちらの第7問目。先に、はい、口からね、ポッキーを離した方が負けです。はい。よーい。スタート。あら、ルナ、これならなかったら多分もっとやってたかったっていう欲だ。すごい、だって今までにないぐらい食らいついてきました。数値が君か。やばい、俺一回も上がってないな。やねえ、逆にちょっとショックだから。それルナだけなんかずっとさ、こうやって追いかけてる人みたいじゃん。そうだよね、キモいか、前そういうの。機械が教えてくれてるでしょ。確かにね。息止めんな。はい、それでは第8問目。はい、壁ドン、顎食い、キス顔の3コンボを決めてください。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、はい、はい。顎出んなよ、お前。あ、俺が顎食いしちゃった。超下がってるじゃん。顎食いなのにさ、自分の顎が動いてる。はい、はい、はい。俺は面白い。はい、ということで、ギシルナにおわせカップルはね、結果両思いということで、おめでとうございます。いや、俺は上がってないね。だからもう、本当に簡単に言えば、もう僕のことを取り合うチャンネルっすよね、もうこれ。絶対取り合いたくないよね、このマジで。30万人とかに減ったら怖いから。怖いからやめて。はい、ということで、まあ先生もありがとうございました。ありがとうございました。それでは、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。